になんかめっちゃ長く配信するわけじゃないです。でお昼ご飯食べていろいろしてまたちょっとしたら配信はする予定なのではい、ぜひ今日一日橋本でお願いします。ドライブやり始めました。ありがとう、ありがとうございます。にゃこさんハートありがとうございますね。最近ちょっと夕方お昼目の配信が多かったので皆さん来れた方とか来れなかった方とかいっぱいいたかもしれないんですけど、今日は、まあ、今日もねお昼と夕方って感じになってしまうんですけど、まあ見てくださいって感じですかね、うん、明日ちょっと迷ってて橋本春奈のやってみっちゃを見ながらやるか、それとも全然関係なく、まあ、富山でしか放送されないので全然関係なくやって TVer さんで配信がスタートされてから見ながらやるか、それともどっちもやるか迷ってるんですよ。 TVer さんの放送がいつになる、いつ開始なのかっていうのがわからないから、多分でもなんか前聞いた感じだとなんかもうそのすぐ直後、放送直後からスタートしますみたいな感じでは言ってくださってはいたような気がするんですけど、どうなんだろうっていうのがあってちょっと迷ってるって感じですたぬき1号さん、年越し花火ありがとうございます。でもどっちにしろその TVer さんで一緒に見ながら配信をやろうとは思ってるので、それは絶対にやるんですけど、明日とそのリアルタイムでやるかやらないかっていう問題かな。そこですかね。そこを迷ってます。あ、皆さんインスタのストーリー見ましたかね。ちょっともうあの飲みかけトロトロなんですけどすいません。じゃーん、スタバ新作飲めました、嬉しい、うん、昼スタバ昼からスタバ飲んでます。だからあんまお腹空いてないんだ私でもなんか美味しいんですけど、あ、お餅はちゃんとお餅な感じです。なんか本当にこんな細かいお餅が、なんかお茶漬けとかに入ってるあのあられみたいなあるじゃないですか、あれぐらいのサイズのお餅がいっぱい入ってるって感じ、うん、ですかね。でもそのなんて言うんだろうな、この玄米茶と抹茶の風味がすごい口の中で広がるんですけど食レポし始めちゃった。そう、玄米茶と抹茶の風味が口の中で広がるんですけど、それ多分ホットでも絶対美味しいみたいな。でもホットだと餅がないんですけど、でもホットでも絶対美味しい一品となっております急に食レポ始めた。はい、なのでぜひホットでも楽しみたい、そんなドリンクです。うん、昨日近くのスタバ行ったら完売してました。なんかその日の完売っていうのがあって、だからもう一回朝今行けば多分あると思う。そうなんですよね、うん、その日の完売っていうのがあって、だからなんて言うんだろう、その全くもうお店からなくなっちゃうっていうことももちろんあるんですけど、でもまだ始まりたて26日ぐらいから始まってるので、多分それはどこの店舗もまだないと思う。だから次の日とかその次の日とかに行って、そう、その夜遅くに行かなきゃあると思います。それこそ最近はさ朝夜が寒いから
昼間とかに行ったら絶対あると思う。うん、朝夜飲むより昼間に飲んだ方が冷たいもの美味しいし、この時期。いや多分毎朝入荷してるっていうよりも一日売る量を決めてるんだと思います。どこの店舗もこの量だけ売るっていうのをどこの店舗も決めてて、じゃないとさ、ほら期間、じゃあ1ヶ月期間あるとするじゃん、例えば。でもそのもうそれをもう売る量を決めてなかったらすぐに終わっちゃうじゃないですか。でそしたら多分まあクレームが来るんでしょうねこの時間この期間までやるんじゃないんですかみたいな。なくなり次第終了っては書いてあるけど、さすがに4日5日とかでなくなったら怒るじゃんみんなだからもうこの期間だけ、この違う、この期間に1日これだけ売りますっていうのを決めてるんだと思います。わかんないですけどね、そんな裏事情はスタバさんの。はいすいません、なんかちょっとなんか知ったかぶって。西くんさん、ハートありがとうございます。ゴン太郎さん、タン押し花火ありがとうございます。うん、知らんけど何にも知らんけど、私想像だけで答えてますけど。今日から8連休スタート、何しようだって。まず明日は橋本アルナのやってみっちゃでしょ。あさっては年越し、しあさっては年明け、その次はちょっと一休みで、3日は NPP。 はい、もう5日ぐらい決まりました。調べてないけど高瀬神社って富山駅から遠い。あ、もう頭おかしいぐらい遠いですはい、頭おかしいぐらい遠いです高瀬神社。高瀬神社行くとしたらどうやって、電車とか走ってんのかな。私は車で連れてってもらったっていうとあれですけど、連れてってもらった、あ、電車バスだとしても、あ、でも高瀬神社前っていうバスありますよ。乗り継ぐけどちゃんとお金かかるけど、富山駅から愛の風富山鉄道っていうのに乗ってもらって、イスルギ駅、石に動くって書いてイスルギ駅まで行って、そっからその駅前のバスに乗って、あ、でも1時間にあ、ええめっちゃ時間、全然ない、ごめん、1時間に1本とかのバスじゃない、もうこの次元、1日4本のバスだから気をつけてねでそっから40分ぐらい乗って高瀬神社前っていうバス停に着いて、徒歩6分、 500m です。やば、1日4本のバス出した、ごめんなさい、すいません8時半、1時40分、15時、8時半、13時40分、15時半、17時10分。まあうさぎ年なんで多分多いと思います、人めっちゃ多いと思う、人しかいないと思う、うさぎいないと思う。そう、高瀬神社ってうさぎが結構うさぎっていう感じのあれなので神社なので、そうそう、結構よくファンの方からもそのうさぎのなんていうのストラップいただいたりとか、お守りいただいたりとか、そこの高瀬神社いただくことが多いんですけど、うさぎの神社なのできっと人がごった返してると思います。親切にと思う、僕もそんな風に軽やかでいられたら、横切った猫に不安を打ち明けながら、ああ、君に会いたくなる。目に力が入らない。
こう来年は私来年の目標決めたんですよ簡単な目標なんですけど、まず眼球のトレーニングをする。本当私目に力入ってない時結構あって、まあ、だからいつもスイッチをオンで、そのなんて収録とかスイッチオンでいられるっていうことが多いんですけど、目に力入れなきゃと思ってずっとこうやってるから。でも配信とかだともうこうなっていくので、あれ目ってどこですかみたいになっていくので、目に力を入れる、目のトレーニングをするっていうのを来年はまず絶対に頑張りたいなと思ってて、はい、いや何って感じなんですけど、でもそうですねこれ多分さ30個ぐらい言った時に言う言葉だよね、なんかなんかみたいな。そうですよ、動体視力とかを鍛えるっていうよりも眼球の周りの筋肉を鍛えるトレーニングをしたい、だからまあ全体的な総括で言うと筋トレ来年は、まあ、腹筋も本当にそろそろ始めないと、来年の夏までにはなんかくるちゃんとなぎちゃんとかと一緒にプール行こうねとか言ってたんですけど、全然行ける腹筋じゃないので今そう筋トレ。 SVG さん、クマありがとうございます。ありがとうありがとうありがとうございます。そう筋トレを全体的にね、目もそうだし、ここほっぺたの筋トレとかマッサージもちょっとしたいなっていうのと、あとはお尻ヒップアップとか腹筋とか、あと姿勢を良くしたい。もう今言ってるそばから姿勢めっちゃ悪いんですけど、姿勢を良くするために背筋のトレーニングとか、もう言うだけならただなのでいっぱい言っときますね今あと私多分骨格の問題もあって下半身に肉がつきやすいんですよ、足なので、そのトレーニングだったりそうですね、二の腕もちょっとプロプロタイタイチャーなので、二の腕ものなんかなんていうんですかね、ここのね、ここのトレーニングとか、トレーニングっていうんですか、ここを落とす作業をしたい。はい、そう、でもこれは全部自分でやりたい。そのなんか例えばエステに行くとか、もうもちろん絶対自分的の気持ちの面とかも楽だとは思うんですけど、何もやってないのに急にエステに行くのもなんかあれだなと思って、自分でやってから、できることやってから、それでも無理だったことはなんかね、よくファンの方によく言われるんですよ、特に女の子のファンの方に、なんかもうハルビョンは自分にもっとお金をかけたらみたいな本当に美容とか興味なさすぎるから、なんかもっと自分にお金かけたらってめっちゃ言われてて、そうだからジムに行く予定はありますか。私本当にすごいトラウマ、ジムがトラウマなんですけど、まあなんか私いつだ、もう 2,3 年前とかに一回ジムを契約したことがあるんです。なんかそれはでもそのなんていうんですか、その指導してもらえるジムじゃなくて、個人で自分の好きな時間に行って自分の好きなことやって好きな時間に帰れるみたいな、そう器具は置いてありますよみたいな、オープンななんていうんですか感じのジムだったんですけど、そこに行ったんですけど、なんか嫌すぎてそう嫌すぎてっていうか、行くのが嫌すぎて、行ったらその別になんかその機械の中に YouTube とか入ってるので、そうそこにそれ見て、それ見ながら走ったり歩いたりすればよかったので、全然行ったらねやるんですけど、でも行くまでが嫌すぎて 2,3 ヶ月で辞めました。2ヶ月で辞めて、あ違う3ヶ月で辞めたんだけど、実際行ったのは2ヶ月ぐらいそうそうなんですよね、本当に良くないでもまあ行かなきゃいけないっていうのがそのあれになって、
行ってやるぞっていう気持ちになる人ももちろんいると思うんですけど、行くのが嫌だった。うん、そうだから行かなくなったので、もう本当に3日じゃない3ヶ月ぐらいの事務代だけ払って、そうそうです。え、しかも親にも言ってなくてまあ別に言う必要ないんですけど、あの後々聞かれて言ったみたいな。そうそう別にまあ言う必要はないじゃないですか、自分のお金だし何に使おうが。でも後々言ったら、え、そんなことしてたのって言われました。あ、はい、すいません、なんか話してて。西くんさん、年越しそばありがとうございます。ありがとう。おいでやすさん、たん、あ、なんだっけ、年越し花火ありがとうございます。そうだからもう苦です、うん、でもなん、え、どこ、なん、なんかの去年の2月ぐらいかな、あ、じゃあ今年の2月ぐらいかな、なんかその体内を良くするエステみたいなところに1回行ったんですけど、あの本当に私多分普段から筋トレとかしてないし、なんかマッサージとかも自分でしてない人間だから、なんかもう人に触られるっていうこと自体が無理すぎて、もうずっとなんかくすぐったくて笑っちゃっててそうだから多分あれなんだと思います、あの向いてない、ジムとかエステとかヨガとか、ヨガって自分一人でやるやつ向いてないと思うそうだからまずは自分で自分の体をマッサージして筋肉をほぐしてあげるっていうことだったりとか、自分でできることをやらずに何を言うんだって話なので、そう、そっからですね、まずは。ちょっと来年はね、来年からやるからね絶対やらないやつじゃん、4月から。いやでもエイトのさ活動休止の時のさコンサートは可愛く痛いな、なんかポヨンポヨンで痛くないな。うわ、花火、パンダさん花火ありがとうございます、ありがとう。小仁田愛水さん花火ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、1年後同じこと言ってそう、何回目に聞く記憶ありそう、うん、どういうことだ、聞いた記憶があるってことか。いやーそうですよね。でも一応学生が終わる予定ではあるので、心機一転っていう形ではなんか新たにやることをいっぱい増やしてもいいんじゃないかなっていうのは思ってて、うん、なんかこういう区切りの時が一番やっぱ自分を変えやすいじゃないですか。じゃあ例えばそれこそ ハイライト入れるとか髪にやんないけど、ブリーチするとか、まあ大きく見た目で変わるのはそうですよね。例えばじゃあ他にはなんだろうな、なんだろう、わかんないけどなんか区切りとしてはとっても綺麗だと思うので。北のやっさんさん、花火ありがとうございます。うん、だから何かを始める、やばい、ゲッターズ飯田さんの本買ってない、今年どんな年なんだろう、うち、あ、やばい、本屋さん忘れてた急に思い出す、やばい、今年買ってない、まだ
時計じゃない金のインディアン、普通にあれ歌ってた今、舞い上がれのやつ。バックナンバーさんの I love you、 I love you、 I love ピョンズ。ゆうごさん、たお、あ、間違えた、合ってる。年越し花火ありがとうございます。ありがとう。なんかでもそうですよね。でもなんか心の支えではあります。やばい、ゲッターズ飯田さん、心の支えはマジやばい、やばすぎ、めっちゃおもろすぎる。それはおもろすぎる。キューオフさん、年越し花火ありがとうございます。え、ヤフーショッピングめっちゃ安く売ってんだけど、なんで？あ、送料バカ高いとか？あ、それっぽいな。何色を買えば、あ、これ色とかじゃなくて、なんかあれによるんですよね。私確か金の、あれ？金のインディアンだよね、私。急に不安になっちゃった。そう本屋には売ってます、売ってるけど、ネットで買った方が安いならネットで買う。まあでも大抵そんなことはないんですけどね。はい、金のインディアンです。私は今日はちなみに29日、部屋の大掃除や片付けをするといい日、なくしたものがいろいろと出てくることも。だって、はあ、片付けしようかな。大掃除、断捨離。でもこの間お洋服の断捨離はちょっとして、ちょっとね。みんなが思ってるよりもちょっとね、そう、ちょっとだけしたんですよ。えらい。君は電子書籍とかでも売ってんだ、すごっ。え、電子書籍で欲しい。でも電子書籍で買う場合ってどうやって買ったらいいんですか？だっていつも私なんかその1ヶ月分のやつを絶対スクショして、スクショ写真に撮って携帯でね、でそれをこう、あ、今日見るの忘れたって時はこうやって見てやってるんです、いつも。だから電子書籍だったら忘れたってならないですよね。でもどうやって電子書籍で買うの？買ったことない。ちなみに私は、あ、Kindle 聞いたことあるわ。私の基本的な性格は好奇心旺盛だけど情報、あ、自信がなくて慎重な情報屋。
真面目にコツコツと積み重ねることが得意なタイプ。好奇心旺盛で新しいことが好きですが、慎重になりすぎてしまうため情報ばかり集めて一歩前に進めないことが多いでしょう。優しくて断れず強くお願いされると受け入れてしまうことが多くあります。なんとなく続けていくうちに大きな結果を残し、じわじわ信頼を集めていく人です。自信がなく自分を面白くないと思うと無謀な行動に走ってしまいますが、野心のある人と組むと成功することがあります。これネットに書いてあるんで大丈夫です。え、当たってますよね。結構なんか好奇心旺盛だけど自信は確かにないから、なんか一歩いけないみたいな。だから誰かに背中を押してもらえれば全然いけたりとかしちゃうんです。そう、これネット情報なんで別にあれですよ、あの皆さんも調べたらすぐ出てくるんで、会員制とかじゃない、会員登録したら多分なんかできることもある。2023年について、世の中は私はじゃないの、世の中はなの、あ、自分はも書いてある。でも自分はは会員登録しなきゃいけないらしい。それはちょっとやっぱ本買うわ。世の中は辛抱強く努力してきた人が評価され、新しいルールが注目を浴びる年。多産のシンボルであるうさぎ年の影響で恋愛や結婚がブームになる流れになります。あ、これはあの世の中の話なんでね。そして2023年にいい運気に流れに乗るのは金と銀、金の鳳凰座、銀の鳳凰座、銀のインディアン座。金のインディアンは、金のインディアンは運気乗れないのか、残念。悲しい、めっちゃ悲しい、つら。これまでの人とのつながりの大切さよりも、個人の流れが強くなります。みんなといると一緒にできる、みんなと一緒にいることもできるけれど一人でいるのも平気ということが大切になるので、一人まるまるが流行り、友達が仲間がということはなくなってくるでしょう。一人で行動できるようになっておくことも運気を上げるポイントです。2023年は新時代に向けた変化の途上なので、新しい考え方やスタイルに目を向けて面白がれる人ほど時代の波に乗っていくことができます。難しそう、前の やり方の方が良かったと思わずに、新しい流れに身を任せて楽しむことが幸せを手にするコツです。だってですって、これみんなに言えることだからね、うん、2023年の世の中だから。だから一人まるまるができるようになろう、だって一人オタ活できるようになりましょう皆さん。ピョンズ仲間増やしてってんのにどんどん。めっちゃおもろい。ヤマトさん、年越し花火ね、これずっとさ、もう単押し花火にしか見えないんだけど、年越し花火だよね。ありがとうございます。単押しにしか見えない。これはそう、今のは生年月日とか関係ないやつでも、最初に言った私の基本情報は、あの生年月日とか関係あるやつです。はい、え、なんかめっちゃあるじゃん。2023年の金のインディアン座は遊ぶことで、運気の流れが良くなる準備の年。12年に一度思いっきり遊ぶことが許される年です。2023年の終わりに振り返った時、今年はよく遊んだなと思えるほど幸福の年の2024年のと、開運の年の2025年の運気が一層良くなります。仕事運、趣味やプライベートが充実し、仕事のモチベーションが停滞しやすい。やばい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 。これまでの自分では考えられないような失敗が多く、特に寝坊や遅刻、書類やメールの誤字脱字には注意が必要です。メールの誤字脱字は多分ファンの皆さんよく知ってると思うんで大丈夫です。寝坊や遅刻はマジで気をつけます。これはちょっと仕事に関わってくるので、寝坊や遅刻はマジで気をつけます。はい、でも仕事が停滞じゃない、仕事のモチベーションだから、私がモチベーションを上げていけばいいってことですよね。 OK、
買い物金運は無計画にお金を使うのではなく、遊ぶ日や使う金額などを決めて計画的に行動する。遊べって言ってんのに使う金額とか計画的に決めろって言ってんの。不注意によるトラブルで余計なお金が出ていくことがないよう、これまで以上に用心深く過ごしましょう。はい。美容健康、美意識の低下や不注意による怪我に気をつけて。今美意識高めよう今年とか言ってんのに、やば。あれもこれもと外食する際は注文しすぎず腹8分目を心がけましょう。不節制を改めるルール作りをしてみてください。筋トレをします。だそうです。そんな感じだから、モチベーションをとりあえず上げていきましょう。はい。やばいやばい。でも準備の年だから、今2024年と2025年は幸運の年と開運の年らしいよ、みんな。私だから何その時に何してるかは分かんないけど、でもいいことはあるってことですよね。頑張ろう。アマゾンの Kindle がなんちゃらかんちゃらってあった。アマゾンギフト券私いっぱいもらったからドボンでそれに使おう。じゃあ調べとくね、後で。ということで、さっきの LINE でご飯ができましたってママから来たので、ご飯を食べてきたいと思います。金の時計、ザ時計、金の時計とか銀の羅針盤とか何が違うんですか。まあ適当に分けた種類だと思います。ただだからまあ双子座みたいな感じ。うん、そうだと思う。あ、でも後でまたやります。ご飯食べてちょっとふーってしてそう、ちょっとふーってして、麺類だから伸びるらしい、だからちょっとふーってしてまたやる予定ではある。今日の配信終わりじゃないよ、大丈夫。うん、安心して。あとそうだな、3時ぐらいにもう一回やる予定。長めメイクしながら、あ、すごい、今目のここ今ここで花火鳴ったよ。完全にうち今あれされたよ、目隠されたんだけど今、ウエヤンさん完全に今私モザイクかけられたんだけど、目花火で嘘嘘、ありがとうございます。タコもありがとう。ということでそんな感じですかね。3時ぐらい、2時3時、まあ3時かな、2時はないな、あと1時間半後でしょ、うん、まだふーってしてる時間だと思う。だからまた後で配信やるので、その時は見に来てください、お願いします。ということでこの時間来てくれてありがとう。もしかしたらその時にもうすでにゲッターズさん買ってるかもしれない。え、 Kindle はゲッターズさんだけを買う、まあそれも調べるわ後でまたよろしくお願いします。ということでそれではランキング読みます。いきます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位 SVG さん、ありがとうございます。3位にしくんさん、ありがとうございます。4位にゃーこさん、ありがとうございます。5位くじのだいごさん、ありがとうございます。6位マジカのバナナと仕事中、えらい、ありがとうございます。7位コニタンイミズさん、ありがとうございます。8位ボンバーさん、ありがとうございます。9位エレメントさん、ありがとうございます。10位おいしょゆうたさん、ありがとうございます。11位バージョン R さん、ありがとうございます。12位ツッチーさん、ありがとうございます。13位マークーンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと18位は3000位ナギーさんです。ありがとうございます。カズさんハートありがとう。猫は猫で猫さん、花火ありがとうございます。おもろい名前、猫は猫で猫ということで、皆さん来てくださってありがとうございました。また後でやると思うんで、ぜひその時も待っててください。てか待ってます、私皆さんのこと。それではまた、3時
前後、3時前後にお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。おやすみじゃないや、またね。ご飯食べてきます。バイバーイ。